麻雀遊戯王をご覧の皆さん、麻雀遊戯王不動の準備レギュラー陽平です。今日はですね、麻雀遊戯王1周年記念の生放送があるということで、まあね、リハーサルとかもいろいろあるところとか、そういうところをね、動画として回していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。麻雀遊戯王生放送の準備をしているホリック内に入ってきました。というわけでね、皆さんね、いろいろ準備をしておりますが、早速目についた渚さんにまずお話を聞いていきたいと思います。渚さん、はい、はい、どうもどうも、はい、陽平です。準レギュラーの陽平です。あれ、レギュラーだったんですか？いや、準レギュラーの陽平でしょう。あ、そうだったんですね。はい、ね、今日の生放送に向けてね、意気込みとかをね、ちょっとコメントもらいたいんですけども。あ、1周年ですね。はい、1周年ですよ、はい、びっくりしてます。はい、びっくりしてます。いや、ね、でも本当おめでたいと思いますので、今日は盛り上げられるように頑張っていきたいと思います、ね、よろしくお願いします。ね、ちょっと私物プレゼントもあるということでね、楽しみにしてるんですけども、なんかね、私物プレゼント今日は何を持ってきたとかもらえますか？私物プレゼントあったっけ？いやいや、私物です。とりあえず今そこで使ってるパソコンはいけます？いや、もうやっぱりいけないでしょ。私物でしょ、それ。それはすごい。でも忘れて渚さんが悪いから。なんかね、あります。確かにパソコンプレゼントってなったら、もうなんかめちゃめちゃリツイート伸びそうですよ。伸びそう。あれ、ちょっと傾いてる。やばいやばい。え、やばい。なんか俺から振っといたらだけど、やめた方がいいよ、パソコンは。そうだよ、よくない、ダメだ。なんかあります？なんかどうしよう。なんかないかな、なんかないかな。本当にこれはあれなんですね、本当に忘れたんですね、そういうくらい。本当に忘れた、どうしよう。なんかカバンとか探してね、あったら。カバンとかなんかないかな。ペンケース。あ、ペンケース可愛いですね、はい、これもなんか多分高校からずっと使ってるやつです、うん、高校から何年前になるんですか、うん、そうだ、何年前なんで高校から使ってるんですね。渚さん二十歳だから2年前でいいかな、うん、そうですね、そのぐらい。そのぐらい。じゃあちょっと浅いですね、まあ、浅いですね。ちょっと入れ込みがね、2年ぐらいじゃ短いですね。本番までに、じゃあちょっと、なんかあるかな。マスク、あれちょっともう映画の時のドラえもんみたいになってますもう。何があるかな、何があるかなって。結構いろいろちょっとじゃあ考えときます。はい、じゃあ本番までに何とかしてください。はい、はい、いろいろ葛藤があっての本番だったんだってのは皆さん後で分かると思いますので。はい、はい、ありがとうございました。はい、というわけで続いては渚さんの、次はもちろんレギュラーのもう一方、イーピンくんにお話を伺いたいと思います。1周年おめでとうございます。ありがとうございます。イーピンくんです。はい、よろしくお願いいたします。ね、この1年、どんな1年でしたか？そうですね、この1年は頑張って立体になれたと思います。そうですね。第何形態ですか、これは？第3形態。第3形態、はい、あ、もうフリーザぐらい編集してますよね。はい、最初すげえペラペラしてて。そうですよね、はい、そこからちょっと気合い入れて、はい、立体になったんですけど、はい、柔らかすぎて。そうそうそう、ありましたね。そうなんですよ、はい、体型を安定して、はい、この形でお送りしてるので。なるほど。今日の生放送どうですか？今日の生放送は緊張してます？いや、まあまあ、今日は滝沢ポールがゲストに来ていただくんですけども、うん、いつもよりも結構トークが多めなので。なるほど、はい、すごく楽しい話をたくさんできるんじゃないかなとは。ああ、ね、なんか心なしか表情も固めですね、ちょっと。そうですね、はい、まるで、はい、笑顔が張り付いてるって。そうですね、まるで作ったかのような。そうなんですよ。なんかあれ、イーピン君からの私物プレゼントとかもあるの？一応渚さんと滝沢プロの私物プレゼントってことなんで、はい、イーピン君の私物プレゼントになっちゃうと、はい、イーピン君の前の体をプレゼントになっちゃう。いいじゃないですか、抜け殻。イーピン君の抜け、イーピン君の前の体をプレゼントだったら、まあまあありかなと思います。それか、はい、最悪右腕いっちゃいます。イーピン君の右腕いけるかな。今日も表情豊かに頑張ってください。ありがとうございます。一つしかないよ、はい、よろしくお願いします。というわけで本日のゲストであるプロ麻雀連盟の滝沢プロにちょっとお話を伺いたいと思います。はじめまして、陽平と申します。よろしくお願いします、はい、ちなみに陽平のことは知ってますよね？なんかスマホに新作動画がアップされましたみたいな通知が来て、はい、それが陽平さんだったの。あれ？ってことはじゃあ動画を見てくれたってことですかね。Mリーグが
あーそう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 あはい大好評の動画ですね、はい、あの伝説の見てくれました？見てないです。見てないのかい。はい、ちなみにじゃあ生放送ということなんですけども、はい、今日の放送に向けてちょっと、まあ、意気込みとかね、まあ、緊張とかなんかあればそういうのをね伝えていただければと思うんですが、はい、僕はもうあの素人なので、はい、マジのプロでありますけど、はい、面白くないと思いますけど文字に起こしてもらうこともないし、はい、ちょっと不安があるってことですね、面白さ、はい、あ、で今ちょっとあの僕がマージャン業の中で、はい、その放送に映れないっていう扱いを受けてまして、あ、なるほど、はい、あの竹澤さんの方からじゃあプロデューサーさんの方に要件移してあげてよみたいな、そしたら僕頑張るんで、お互い利害が一致するって感じで伝えてもらっていいですかね。あ、伝えはしますこれ伝えねえな多分伝えねえテンションだな。タイミング合えば、タイミング合えばいけたら行くようなやつだ。わかりました、まあ、とりあえず生放送頑張ってください、はい、はい、お願いします。さあというわけで続きましては黄色いマージャン編集長、そして、マージャン遊戯王のプロデューサーである星野さんにちょっとお話を伺いたいと思います。一周年おめでとうございます。いやテンション低いっすね。いや準レギュラーが話聞いてるから仲良くいかないと仲悪いと思われちゃいますよ。いや食べてるんですよ、生放送がこの後あるから、はい、力使いたくないんですよ。なるほど。今日のマージャン遊戯王に関してはまだ傭兵来なかったら絶好だよなで来てるんですよ僕はね、はい、放送を見て、でそれも別に連絡あったわけじゃないですよ、勝手にマージャン遊戯王のアップされたのを見てやべ絶好されると思って来てるんですけど、来なかったらもう絶好ですよねいやこの重大なこの1周年記念に来てないってもうあれでしょ。確かにそうですね、はい、絶好でしょ絶好だったらその出してもらえるんですか僕は。どうなんですかね。いやどうなんですかじゃなくてプロデューサーなんでしょ。いや何も経験ないんですよ、ね、いやあるでしょ、プロ P なんだから P。なんか、イキサンマターみたいな。ちょっとです、これ、あの、あれですね、これだけあんま通ったことない。いや役所で見る、あの、たらい回しの空気がするな。いやイキサンは多分、陽平さんのことはちょっと星野さんに任せてるんでとか言いそうだな。いや、否定しなよ。いや、そんなことはないと思います。とりあえず、じゃあ、あの、1周年、ね、ちょっと放送前の意気込みをじゃ最後に。はい。はい、全然頑張る気ない。俺が回してるからかな。さあというわけでちょっと星野さんにね釣れない返事をいただいたので、もう一人のプロデューサー生さんのところに行ってます。生、はい、さん、はい、1周年間もなくですけど、はい、順調ですか仕事。もう本番直前なんで、はい、パツってます。あ、パツってる。あ、分かりました。お忙しいところちょっと一つだけ質問したいですけど、はい、その傭兵が今日放送出れるかだけちょっと、さっき台本見たんですけど、多分載ってないと思う。違う、台本に載ってなくても、イキさんが行けよって言ったら行けるんですよ。プロデューサーなんだから、星野さんはイキさんに任せるみたいなこと言ってるんですけど。ちょっとこのイーピング的に任してるんですよ。いや、ちょっと待って。あれたらい回しだ。じゃあまたイーピングのところ行かなきゃいけないの俺。いや、だって今日ほら、ドリンクでお酒飲むから、はい、これを持ってきてくれる必要なんですよ。冷蔵庫から。だからそれ持ってきたまんま、普通にいて、で必要になったらまた冷蔵庫まで行くって、その1回画面に出るみたいなパターン、まあ、そうですね、あの手は映ると思う。手は映るってな、はぁ、手垂れみたいな扱いしてるはい、わかりました。じゃあちょっと、はい、なんとか忍び込めるように頑張ります、はい、あ、準備頑張ってください、はい、リハーサルが始まろうとしております。はい、じゃあ、あの最初座りをこの位置からスタートしますよ、僕がこっち座ったりしてね、なんかね、一生懸命話しますけど、リハーサルに関しては傭兵はいらないからカメラ回しといてって言われてるんで、どうやらあいつら俺のこと出す気ないですね。はい、この状態で、さあというわけで、なんかバタバタしてますけども、真剣ですね。こういう感じでね、真剣にリハもやっての生放送があるということをね、ご理解いただければ裏側としては良かったと思いますが、傭兵としては不満の残るやり取りです。私見つけちゃいまして、このおもむろに置かれた台本、出演者が書いてあるんですが、傭兵様かっこ画面外っていうね、ワードご丁寧に、これ出す気ないっすね俺のことね。絶対ねじ込んで出てやろうという意識が逆に強くなりました。本番頑張ります。5秒前4、緊張感が出てます。1周年生放送のお時間です。ちょっと待ってください。ヨウヘイさんもぜひ飲み物片手に。
え、ということで乾杯は中に入ってできるってことですか？そちらでお願いします。なんでだよ、はい、最近渚さんが俺に冷たくなってるんだな。動画を見てる人気づいてるでしょうか。最初の方は陽平くんちょっといっぱい取ってきてみたいなことを星野さんが呼んでましたけど、もう手を挙げるだけで、目を合わせて手を挙げるだけという放送上ですね、本当に美味しくない呼ばれ方をするようになりました。しかし運ばないわけにもいかないのでわかりますが、ちょっと寂しいです。あ、すいません、あの滝沢さんに、はい、あのお酒がないっていうコメントが、はい、あったんで、はい、陽平と、はい、届けてってことで、はい、あ、じゃあ届けさせて、大丈夫です、届けさせて、大丈夫です、届けさせていただきます、私が持つんで、そう、メンバーの方はお下がりください。すごい、はい、本当に出さないんだよな、これ森とかじゃないんだよ最初に。ちょっと滝沢さんからも言ってあげてくださいよ、なんか。かわいそうな感じ。ほら、いいよ。タッキーよ、タッキーよ、もっと言って。そして2年目、3年目とさらにマージャン業務頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは最後はいつもの挨拶で締めたいと思います。皆さんありがとうございました。ということで今日はここまで。まったねー。あ、陽平さん出し忘れた。はい。どうしよう。はい。どこ取るかに。確信犯だろうよ。しまったー。わざとなんだよ。はい、僕でーす。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3人とも生放送お疲れ様でした。どうでしたか？無事終わってみて、まあ、プロデューサー目線、出演者目線あると思いますが、いや、ほんとね、まずね、近藤さんが捕まってよかったよ。近藤さん、ほんとにした。そう、そう。言葉が文字に起きないから、なるべく大きな声で喋ろうと思って疲れました。疲れました。はい。あれで、はい、あれ、そう、あれで。確かに最後写真撮りましょう。撮りましょう。ツイッター。ツイッター用とか。これ入れるんですか？写真撮ってもらっていいですか？撮ってもらっていいですか？これはいいでしょ、これはいいでしょね。じゃあ行きなさい。今、青野さん。なんで優しいの？はい、ありがとうございます。これで2時間後ぐらいに撮れてませんでしたときたんです。